M78 は、オリオン座にある、参考星雲である。メシエ天体の一つ。オリオン座の三つ星の東端にある、ゼータ星から北東に、約2.5度離れた位置にある。M78 は、反射星雲の中では、全天で最も明るいものの一つである。馬頭星雲やはオリオン大星雲と同様に、オリオン座付近に広がっている。 オリオンザ分子雲の一部を構成している。M78 は10等星の重星 HD38,563、A と波度38,563バイトによって照らされている。この星雲の近くには、NGC2064、NGC2067、NGC2071 があるが、すべてバーナードループの中に入っている。 写真では中央にある星雲が M78 で、左上にある星雲が NGC2071 である。南西部にある小さな星雲が NGC2064 である。NGC2067 はこの写真でははっきりしない。暗い割には双眼鏡でもはっきりと星雲状に見える。合計5センチメートルの望遠鏡で中央の二重星が見えてくる。 合計 10cm では、外形もはっきりし、歪んでいる様子や、北西側の輪郭が、はっきりとし、逆に、南西側の輪郭がぼやけている様子がわかる。初心者に、小さな彗星のイメージを示すのに適している。合計 50cm では、M78 の構造もはっきりと見え、NGC2064 も確認できる。 1780年にピエールメシャンによって発見された。彼はオリオンの右側で星雲上物質に囲まれ2個の核があるとしている。同年シャルルメシエは2個の星のある小星雲。北側ははっきりし SF 方向に向かい、ここは次第に消滅する。最も濃密な箇所は中央であると記している。1852年にロス教は 全面の観測より過剰と見た。リック点問題は、やや明るく拡散し、星雲上。明るい部分は 6X4 で10等星2個を含む。6西にこれと広い暗状に隔てられてかすかな光フがある。西より、でわずかに南よりのものが NGC2064 で、北側のものが NGC2067 であるとしている。ありがとうございます。